先月28日から小松基地で行われている日本とオーストラリアの共同訓練。今日から始まった F-35A の飛行訓練に合わせて、基地周辺では防衛省や地元の住民が騒音調査を行いました。この騒音調査は市や周辺住民の要望を受け防衛省が実施したもので、先月上旬に行われた日本とイタリアの共同訓練の際にも行われています。今日の午前中は自衛隊の F-15 4機とオーストラリア軍の F-35A 4機が次々と飛び立ち、防衛省の担当者と市民が基地周辺の公園で測定器を使って戦闘機の騒音を調査しました。調査の結果、騒音レベルは F-15 が最大106デシベル、F-35A は最大109デシベルで、通常の訓練と変わらなかったということです。騒音に関しては、ほぼ想定内の騒音だったのかなと。前回のイタリア軍、これを大きく、飛行経路を逸脱しておった可能性があるということで、小松基地の方に申し入れをしておりました。今日の飛行経路は上手にこの飛行経路の中を巡視をして飛んでいただいたものと、こう思っております。日本とオーストラリアの共同訓練は今月15日までで、騒音調査はあと3日間行われます。調査の結果は後日、小松市のホームページで公開されます。